はい、こんにちは。ヒデノリミュージックスクール校長、ヒデノリです。ノリです。手首だけで弾こうとしても、指くねくねさせて弾いてしまうのですが、直し方はありますでしょうか？はい、あります。手首っていうのは本当にいろんな動きがあって、まずこの4方向っていうのがあるんですよ。背屈、小屈、頭屈、尺屈。この4方向がまずありますよ。ギターを弾く上での手首の動きとされているものって、腕の回転っていうのがあるんですよ。ちょっと小屈をして腕ってこう回転するもんなんで、手首動かさずにこうやってこういう風にいく。これって手首使ってないんですね。でもこれなんか手首で弾いてるって言われるんですよ。一般的に手首が動いてる感じするじゃないですか。でもこれこうやって回転してるだけなんですよ。手がこうやって、さっきのこの4方向の動きっていうのは入ってないんですよね。これも4方向全部使った動きになるんですけどね。これがダウンピッキング、これがアップピッキングっていう風になるんですけど、これも回転させてないんですよ。腕こうやってなってないですよ ね。回転させてないんですよ。これこの手首の動きのどれかができないっていうことなんですよね。根本マスターパッケージの販売が開始されました。買い引きマスターパッケージと違ってですね、とにかくギターを弾く上での全ての動きをできるようにしようというヒデノリミュージックスクール13年の歴史が詰まった完璧な教材が出ております。ぜひぜひご購入ください。概要欄からどうぞ。さあ、根本を鍛えよう。できないけど、でも弦をピッキングしなきゃいけないじゃないですか。ってなったら、腕を使う、肩から下ろすか肘から行くか、あとここね、今言ってるその指のくねくね、どっかで何かやってやんないとピッキングできないってことなんですよ。それってもうね、お手本のような根本マスターパッケージ購入者ですね。全部の動きができるようになりましょうよっていうのが根本マスターパッケージです。はい、というお話でした。次回の動画でお会いしましょう。